こんにちは、田辺美咲です。いつもご視聴いただきありがとうございます。今回のゆずチャンネルは H&M で見つけた高見えニットをご紹介します。プチプラなのにかなり高見えするアイテムなので、ぜひ参考にしてみてください。今回ご紹介するアイテムがこちらです。H&M のリブニットハイネックセーターで、お値段は税込み3999円です。私が購入したサイズが M サイズで、カラーはグレージュを購入しました。カラーは全部で3色あって、このグレージュの他にライトベージュとあとグレーの3色展開です。3色とも結構大人っぽい落ち着いた色味で、すごいどのカラーも可愛くて迷ってしまいました。グレージュってあんまり見かけない色だったので、今回はグレージュを選びました。セーターはこんな感じでリブになっている、ハイネックのセーターになっているんですけど、この首元がそこまで詰まったり長い感じじゃないので、首が隠れるって感じではない長さになっています。プールが少し入っているので、すごい温かみもあるんですけど、結構生地が詰まったセーターなので、すごい高見えするアイテムです。裾はこんな感じで、前がちょっと短くて後ろは少し長めになっています。で、丈感はおへそが隠れるぐらいの、どっちかといったら短めのサイズ感です。なのでダボっていう感じよりかは上目なので、すごいスタイルはよく見えるかなと思います。カラーもすごい落ち着いたカラーなので、いろんなカラーとも合わせやすいのがすごい嬉しいポイントです。それではこちらのアイテムを使ったコーデをご紹介します。1つ目のコーデです。1つ目のコーデはロングスカートと合わせたコーデにしました。スカートはレオパード柄なので、秋冬感が出るコーデが完成します。コーデに1つ季節感のあるアイテムを合わせてあげるのもポイントです。ニットがベージュ寄りなカラーなので、スカートにもベージュが入っているので、カラーに統一感が出ます。また、レオパードといったら、すごく派手なイメージがありますが、黒地のレオパード柄なら取り入れやすいかなと思います。二つ目のコーデです。二つ目のコーデは、アイボリーのパンツと合わせて、ワントーンコーデにしました。ついブラックなどを合わせがちですが、アイボリーなどと合わせて冬に淡色のコーデはすごく可愛いですし、おしゃれ感のあるコーデが完成します。シューズもアイボリーのブーツと合わせました。ポイントは小物にも黒はないカラーでまとめると、優しげなワントーンコーデが完成します。3つ目のコーデです。3つ目のコーデは茶系のコーデにしてみました。セーターのカラーはグレージュですが、ベージュ寄りのカラーなので茶系とも相性抜群です。スカートは少しアシンメトリーなデザインのものを選んでみました。レザースカートはカジュアルにも見せれたり、きれいめにも見せれる万能アイテムです。また高見えするアイテムなので、秋冬は一つは持っておきたいアイテムです。最後のコーデです。最後のコーデはシャツワンピースをインナーとして合わせてみました。ニットが腰上くらいの丈なので、シンプルなシャツを合わせて、ボトムスはパンツなど合わせても可愛いですが、今回は長めのシャツと合わせてワンピース風に着てみました。以前動画でもご紹介したセオリーとユニクロのコラボアイテムのパーカーとも合わせて着ていましたが、こういった丈の長めのシャツワンピースが1枚あると、ベストやニットなどのレイヤードとしてたくさん使えるので、すごくおすすめです。動画はいかがでしたか？ぜひ参考にしてみてください。よかったらいいねボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。次回もお楽しみに。